演舞開演。どうも、本日はこちら素材菓子日本製菓株式会社の梅黒糖を食べたいと思います。梅黒糖どんな組み合わせなんでしょう。ではいただきます。力を合わせればこんなこともできるんですね。噛んだ瞬間は黒糖の優しい甘さが口の中で広がりますが、後から梅のちょっと酸っぱさがきますね。ただそこまで強烈に酸っぱいというわけではなく、むしろ酸味と甘味が合わさっていい揺れ幅があると思います。おすすめできます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。やっぱり名物と名物が合わさると強いのか。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。